1、2、3、4。ラスト、気を抜かないで。指先を意識して丁寧にね。うん、ポージングも完璧。みんな、なかなか良かったわよ。手応えありだね。この感じ、忘れないようにしないと。リンも忘れないうちにもう一回合わせたいにゃ。かよちん、まきちゃん、そうね、自分たちのパートだけでももう一回体に染み込ませておきたいわ。サビに入る前のリンちゃんたちのパートは盛り上がりに欠かせない大事なパートやからね。そうだよね。じゃあもう一回練習し。あ、小鳥ちゃん、時間とか大丈夫？ありがとう、花香ちゃん。ライブも近いし、今日はみんなといっぱい練習したいなって予定も空けてあるの。だから大丈夫。誕生日なのに気を使わせてしまってすみません、小鳥。でも本当にいいのですか？うん、お祝いしてもらえるのももちろん嬉しいけど、私みんなと練習するの大好きだから。そういうことなら、うちらも遠慮しないで普段通りにしよっか。了解だにゃ。小鳥ちゃん、ありがとう。どういたしまして。みんなとたくさん練習できるなんて、私にとっても最高の誕生日だよ。じゃあ、私たちのパートもおさらいからだね。まだ明るいから、みんなのパートも復習できそう。そうですね。せっかくですから、各パートの重要なポイントだけでももう一度おさらいしましょう。うん、いいと思う。みんなで見せ合いっこすると緊張感も出るよね。私ももう少し踊りたいって思ってたから嬉しい。頑張ろうね、ハマカちゃん、ウミちゃん。ニコニーの宇宙ナンバーワンレベルのダンスを見せてあげるわ。ついてきなさい、のぞみ、エリー。ええ、もちろんそのつもりよ。ニコッチの笑顔を絶対に崩さないとこ、うちも見習わないとね。じゃあ今からさらに練習だね。早速始めるよ。みんな練習お疲れ様。今日もすっごく楽しかったね。ほのかちゃんって本当に練習が大好きだよね。私もみんなといっぱい練習できて嬉しかったな。夕方は厳しい暑さも落ち着いて、練習には快適な季節になりましたからね。夢中で練習してすっかり遅くなってしまいましたが、みんな集中してたからね。お互いのパートを見せ合えて適度に緊張感もあったし、ずっと体を動かしっぱなしってわけでもなかったから集中力が保ててよかったわ。時々はこういう時間も取り入れたいわね。賛成。ライブの本番前に練習メニューもみんなで調整しましょう。そういえば小鳥はこの後の予定も空いてるのよね。うん、お家では週末に前倒しでお祝いしてもらったから、今日は普通の日みたいな感じなの。じゃあこの後みんなでご飯を食べるのはどう？誕生日なんだし、やっぱりみんなでお祝いしたいじゃない。大賛成にゃ。リンもいっぱい動いてからお腹ペコペコにゃ。かよちん、ご飯食べたいにゃ。無茶なこと言わないの。いくら花代でもそんなに急に言われてご飯なんて用意。そう言われるかなって思って炊いておいたよ、ご飯。さっきから炊きたてご飯のいい匂いがすると思ったら、あんただったのね、花よ。そういうニコッチも何か美味しそうなもの持ってるみたいやけど。まあね、今日はみっちり練習するって聞いてたし、みんなお腹空かしてるんじゃないかって一応用意しておいたのよ。さすがニコ、気が利くわね。じゃあこれでケーキだけじゃなくてご飯もごちそうも揃ったってことだよね。
そろそろ教えても良さそうですね。ほのか、あれをお願いします。待ってました。じゃーん、小鳥ちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう。小鳥の誕生日に合わせてみんなでこっそり準備していたのです。小鳥の好きなチーズケーキを私とほのかで再現してみました。この上の飾り、私たちミユソだ。これって私がセンターでステージに立ってるの？すっごく可愛いよ。マジパンって言うんだよ。食紅で色をつけて作ったんだ。粘土みたいで楽しかったよね。リンもカヨチンを作ったにゃ。自分のマスコットを作るのはちょっと照れくさかったから、みんなで作り合いっこしたのよ。そこのニコちゃんは私が作ったの。本物はもっと可愛いけど、このマスコットのニコニーも食べちゃうのがもったいないくらい可愛いわよね。小鳥ちゃんに喜んでもらえるケーキってどんなのかなって、みんなで一生懸命考えたんだよ。着ている服もみんなが気に入っている衣装をモチーフにしているの。どの衣装もとても素敵よね。どの衣装も全部お気に入りだから、どれか一つ選ぶのにいっぱい迷っちゃった。小鳥ちゃん、いつもありがとう。私の方こそありがとう。みんながこんなに準備をしてくれてたなんて全然気がつかなかった。気づかれないように準備してこそのサプライズだもんね。サプライズ大成功だよ。小鳥ちゃんはいつも通りがいいって言ってたけど、やっぱりお誕生日は特別だもんね。普段の感謝を伝える大事な機会でもあるからね。うちのカードによると、小鳥ちゃんのこれからの運勢も最高って暗示が出てるよ。一応キーボードも用意してあるから、バースデーソングのリクエストがあったら言ってよね。バースデーソングって聞いているだけでお誕生日気分が盛り上がるよね。定番のあのバースデーソングをみんなで歌うのは外せないところね。ろうそくもちゃんと用意してあるわよ。私が用意したオードブルは小鳥の好きそうなものをメインにアレンジしてみたわ。美味しすぎてびっくりするんじゃないかしら。一口サイズのチーズドッグにミニサイズのグラタン、こっちはチーズハンバーグにゃ。ニコちゃん、やっぱりお料理の天才にゃ。どれも本当に美味しそうで食べやすそうですね。ありがとうございます。ニコ、買い出しを手伝ったけど、こんなにたくさんのごちそうになるなんて本当に驚きだわ。いつもココアちゃんたちのご飯を作ってあげてるんだよね。ニコちゃんみたいなお姉さんがいたらお料理上手になれそう。小鳥ちゃんのお料理もケーキもクッキーも私は大好きだよ。では炊きたてご飯が冷めないうちにみんなで食べよう。即席のちらし寿司も用意するね。やったにゃー、ごちそういっぱいにゃー。みんな本当にありがとう。たくさん練習してこうしてみんなでご飯が食べられて最高の誕生日だよ。せっかくだから早速みんなでバースデーソングも歌いたいな。あとね、みんなで記念写真も撮りたい。もちろんです。小鳥の誕生日なんですから、小鳥の希望はすべて叶えますよ。